2023-24 ウィーリーグカップグループステージ第5節グループ A セレッソ対浦和のゲームです。前半の4分浦和のチャンス遠藤のクロスがゴールに向かっていきました。今日ゴールキーパースタメン福永エリカのナイスセーブで前半は0対0で折り返し後半です。後半の17分、浦和菅沢安藤振り切って安藤これ入ってファーストプレーだったんですがしっかりとポケットを取って後ろから伊藤のシュート、これは北原のクリア。北原が左足を出していきました。伊藤美希のシュートでした。後半の33分、石川リオンにプレッシャーをかけて館が引っ掛けて取ります。少し運んで切り返し後ろから田中智子のコントロールショット、キャッチ。田中智子の方はアドバンクを押し付けました。36分、セレッソ今日左サイドバックスタメン北原のクロス、中谷のヘッダー、池田ナイスセーブ。これはなかなか雰囲気がありました。途中出場の中谷のヘディングシュート、今日スタメン復帰経験豊富な池田咲子のセーブでした。41分、浦和なかなかの決定機、清家のクロス、直本胸トラップ右足振りましたが福永のセーブ。共にカップ戦初スタメンという福永と池田、2人のゴールキーパーいい仕事をしました。最後の45分を含ます5分、安藤この後線から伊藤のシュートがこぼれ球、水谷シュート、安藤のシュート、ボールネット揺らすんですがオフサイドの判定、そのハンドがあったんじゃないかというアピールがありましたがなかったという判定、ノーゴールでした。まあ、終始グループステージグループ A ヨドコウ桜スタジアムセレッソ対浦和のゲームはゴールレスドロー0対0ということになりました。